はい、バットレトロゲームチャンネルです。今日はですね、ザ免許取得シミュレーションやっていきたいと思います。今度はですね、バイクですね、普通二輪免許やっていきたいと思います。3弦だけでいい。まあ、まずはね、学科からやんなきゃいけない。シンプルシリーズ。バイクの教習もできるんですね。はい、交通ルール。また検定試験受けなきゃいけないってことか。めんどくさいね。安全確認をすれば一時停止しなくて良い。バツ。サングラスをかけた方が良い。バツ。これ、停止禁止部分。そうだね、丸。全面のガラスに貼ってはいけない。貼らないとダメ。バツ。あ、丸か。あ、定められたもんね。なんていう問題だったっすか？全然見てなかった。安全確認をしてから合図する。頂上系、警笛鳴らしての標識は警音器を鳴らさなければならない。そういうことじゃない？バツ。標識がなければ鳴らすことはできません。ありません。鳴らす必要はありませんってこと？補助器取り付けられていないが、補助標識があるときは道路の左側であっても追い越しをしてるのに、丸じゃないの？追い越しはできません。標識によって起動式内の通行を認められている車での路面電車が近づいてきたときには、敷地、起動式外に出るか電車から離れなければならない。免許、車の普通免許としてだね、これ。問題はね。最高速度、60キロは×。一時停止の必要、×。一時停止が必要ですと。あれだよね、原付の免許取ると、実際教習所とかに行ったとき、学科試験が免除されますよね、確か。仮免学科試験とかね、それ確か免除されんねん。何間違えたのって。安全ステッカーは貼っ、ガラス。交通安全のステッカー。あ、交通安全のステッカーか。あ、丸だよ。貼ってはいけない、丸。オッケー。じゃあ、バイクの教習ってどうやるの？初めてですけど。はい、じゃあ技能教室行きましょう。なんかバイクの特有のなんか操作とかあんのかな。お、君は技能1かって。ブレーキ、あ、ブレーキが、あ、左スティックで操作できるんだね。アクセル、バック、あ、バックもできるんだ。時速は40キロ制限。OK。じゃあ行きましょう。はい、じゃあ軽かしてみようかと。これ？これブレーキ。あ、これバック。あ、バツボタンがアクセルですね。お、パイロンがあります。結構難しいね、これ。今左方向キーを押してます。あ、こういう風にバランスとかは別に考えなくていいです。何もボタンを押さないとこういう風にバランスよく立ってる状態でやってくれます。おーっと、危ね。バック結構難しいね。繊細な操作が必要です。なんか簡単だね。こういう検定試験。オッケーオッケー。で、バイクので免許のシミュレーションゲームってないよね。今度 S 字ですね。サザエさんの S ですね。わ、ここ通らせるのかよ。で、バック。バックするもんなの？
バイクの教習って僕やったことないんだよね。バイク乗らないからさ、まあ、車も乗らないけどさ、やばいと思ったらブレーキかけてバックすればなんか何も言われなさそう。こういう原付のバイクの免許とかってどんぐらいでね、自動二輪の免許とかってどんぐらい期間がかかってどれぐらいの講習受けてとか全然僕分かんない。あ、早っ、早いね。これで終わりなの。早いね。これで終わりだったらまあ動画の数稼げます。おお、いいです。ああ、おお、400点だ。400点満点。教官になれるかもしれない。あ、これ動画の数稼げます、ね、はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。